とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーで2ついいものが出るまでやめられません。やっていきましょう。シーズン7も、あと、2日ぐらいかな。うん、今日の撮影日と合わせて、あと1日だと思います。最後にいいやつ、出てきてくれ、頼むよ。行くぞ。一発目、まあまあまあ、冬の指先がワンチャンあるね。両馬王の良くないベビー、おー、まあダイナモはついてるけどね。貫通はありません。まあすでに持ってるけどな。どうだ。ダメだね。はい。ということで、今日も頑張っていこう。妥協は基本的にしないでいこう。2回目、オートクロスボウ。なんかオートクロスボウでなんかやってくれっていうのをコメントでありましたね。まあこれは使えない、影いらない、ダメ。次3回目、クールダウンついてないな。4回目、ダメだ、出ない、ダメだな、調子悪、調子悪すぎ。5回目かな ?5 回目だな。ダメ。クールダウンない。もう、ダメだ。6周目。ダメっぽい。ダメっぽいな。お、お。あー、まあ、マルチショットがついて、オーバーチャージとクールダウンショット。おー、なんかちょっと、ダメだな。欲張りすぎっていう感じですね。次。7回目。うわー、来てない。これじゃあ、ダメだな。7連続。若干かすりもしないっていうのはなかなか厳しいな。8周目。うわ。ダメだな。かすりもしてくれないな。おかしいな。今日おかしいぞ、これ。9回目かな?だな?ま、スポンジストライカー。あー、欲しいやつ1個あったんだ。スポンジストライカーの痛みと、あと採掘者がついてるやつ。欲しかったんだよな。採掘者と痛み。どう?あー、両方ついてないか。あー、まあまあまあ、次行こう。もうちょっとや。10回目。まあ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 、いいんじゃないですか。契約はよろしくないね。谷の小玉。一個もいいのはない。フロストサイズ。ダメかな?黄金スタンか。微妙だな。はい。10回やっても一個も来ないか。でもまあまあなんか、いい流れにはなってきたと思うよ。もうちょっと行こう。どうでしょうか。まあ、無限ダイナモだったらありかな。監視サイズはダメ。闇の刀ダメ。あー、惜しいね。ダイナモはついてる。けども、貫通はなかったか。惜しい。なんかそろそろ来るんじゃない?そろそろ頼む!ん?違うな。ミステリーが出てくれればもう最高なんだよね。でももう出ないんだよな。まずタワー報酬でミステリーをあんまり見ないんだな。闇の刀。違う。レッドスネーク。違うな。もう少しだよ。もう少し頑張ろう。十何回目だ?忘れた。もういいや。ダイヤモンドの鶴橋、爆発付き、でも、
まあまあ衝撃波旋風ついてないからいりませんね。どうだ、クールダウンなしか。ポーションバリアはあるね。ポーションバリア防護ついてて耐久力ありそうなんだけども、クールダウンなし。ダメ、ストームランダー、あーダメだね。パープルストームはワンチャンあるかな。いや、しかしクールダウンつかんな。ポーションバリアはつくね。ポーションバリアはつくけども、クールダウンなし。勇者ポーションバリアクールダウンくればいいけどな。どうだ、ロールチャージはある。でも他がついてないか。そうですか、そろそろ頼むよ。クールダウンなぜつかない。ダメか、そろそろ頼むよ。どうだ、ダメか、クールダウンがつかないな。どうでしょうか。あ、うんうんうん、いいんじゃないか、ありえるぞ。まあまあまあ、これはダイナモだけ。冬の指先は、あー、クールダウンショットだけか。怒り、むちゃくちゃ強いの来い。どう、あー、まあまあ普通かな、普通に強い感じか。鋭利の吸血で右をリフレッシュか虚無で選べるやつか。黄金で、そうね、ガードストライクがついてれば最高だったな。でも263で鋭利をつけるとかなり攻撃力アップするんで悪くはないね。ちょっと今日はこれ妥協させてください。覆われた怒りゲット、惜しいなぁ、ほんと惜しいな。これ防護までついてんのよ、黄金防護。まあ2だけどね、 11% 軽減で、一番左はまあ霊気でいいよね。で右がクールダウン、真ん中にね、これ雷フォーカスだったな。そしたらば、そこそこ使えるやつだったんだけども、まあまあダメですね。横もダメだな。あー、ロールチャージとアーティファクトチャージはついてる。お、惜しいね。なんか、二つ目は結構早めに出てきそうな気がする。二つ目は早めに来て、おー、惜しい、来たかもしんない。来たかもしんない。まあまあまあ、クールダウン入ってるね。旧兵、まあまあ、いらないけどね。あー、入ってない。ソーブレードだよ、ソーブレード。来い！いやー、ダメか。ダメだね。エンチャントが一個もいいのがない。はい、次。どうだ？おー、またか。また来たね、ソーブレード。こっちはダイナモついてるけども、ダイナモ貫通ついてるわ。ダイナモ貫通。でも、すでに超クロスはダイナモ貫通持ってる。これで火力出そうと思うならば、マルチショットも欲しいところだもんね。どうだ？重力ぐらいか。だね。こっちも良くないな。そうね。まあまあまあ、超クロスは、まあ当たりだよ。持ってなかったら。でも俺はもうすでに持ってるから、いいか。でも今日めっちゃ長いんだよな。めちゃめちゃ長いんだよな。とりあえずこれキープして、残り3回いきます。まあまあ一応、無限ダイナもできるからね。はい。お願いします。ラスト3回ダメだね。まずは1回目は。外れ。まあ、ベール。ベールも、もういらないかな。はい。1回目、ダメダメ。次、2回目。まあまあ、魂のクロスボウはワンチャンあるかな。はい、ダメです。今日最後、あるかも。最後いいかも。ちょっと待って。まあまあまあ。
ポーションバリア入ってるからね。ポーションバリア入ってる。クールダウンで、当たり。どうだ、あー惜しい。あー、毒フォーカス、あー、惜しいね。いや、毒フォーカスと、ポーションバリア、いいんだ。あと、右左どっちかに、クールダウンで当たりだったなー。悔しいなー。毒フォーカス、ポーションバリア、クールダウン、この3つが入った、英雄か勇者はね、めちゃめちゃ探してんのよ。出ないなー。悔しいなー。横の方もまあ、ダメだね。惜しかった。めちゃくちゃ惜しい。はい、ということで、戻ってきました。今日はね、まあちょっといまいちだったけども、最後の最後ちょっと惜しかったね。あれにクールダウン入ってればマジで採用だったんだけど、厳しいです。難しい。はい。まあまたね、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。